はい、どうも、坂田です。瞬発力、爆発力を高めたい瞬発力、爆発力を高めたいでしょう。必見、岡田です。内定内戦強化編もう作業難しいんよ、そうですね。ということで、はい、これ実はシリーズものの動画になってます、はい、第1弾、ね、これできない人は関節内転内戦ポジション取れませんよっていう評価の動画が1本目、うん、で2本目はその内転内戦ポジションを取るためのコレクティブエクササイズ、はい、これをやりました、うん、そしてこの3本目でアスリートにとっては必須の、ね、うん、瞬発力を高めるための関節内転内戦強化編を、ね、うん、やっていきたいなと思うわけなんですが、はいはい、どうすか、坂田さん。そのさっき言った爆発力ってなると、はい、やっぱこうエクステンションなんですよ。そう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 、はい、なんで、まあ、今日やるエクササイズはどっちかというと、はい、切り返しだったりとか、うん、ストップ、爆発的なスピードというよりはキレ、キレですね、うん、キレです。キレよ、キレキレにならない、キレキレ。足遅くてもストップ加速が速ければ速く見えるんですよ。せやねん、はい、バスケなんでもそれが命なんで。せやねん、はい、もちろんね、そのもう爆発的な身体能力でリーグを席巻してる選手もいますけど、こいつなんで止めれないんだっていう、ルカドンチ、ルカドンチッチとかも典型的ですよね、はい、まあ、ジェームス・ハーデンとかもそうですけど、確かに確かに、ジェームス・ハーデンなんてすごいじゃないですか、ステップバックが。そうで、特にやっぱそのストップアンドゴーがめちゃくちゃ上手なんですよね。ステップバックってやれば、これね、それがすごい、まあ、ステップバックステップ、はい、そうか、そうで、ルカドンチッチも後出しがめちゃくちゃうまいので、ギリギリまで止まってられるっていうか、そうね、ってことはね、力貯めれるわけですね、うん、彼らは、うん、ローディングっていうところがめちゃくちゃ上手、優れてるんですね、はい、だからそこを今日はやっていきます。キレキレなね、はい、体を作りたいっていう人は、はい、そうです、この動画必見ですし、はい、もちろんね、ロードするだけですから、はい、ケツに効くわけですよ。そうそうそう、ヒップアップしたい人っていうのも、何の打ち合わせもしてないのもちゃんとそこまで分かってらっしゃるいやいやいや、私もね4年やったんですから、はい、私もそう、 YouTube を撮ってるだけでワンランクになれるっていう、そうそうそう、ケツにも効きますので、そうです、ヒップアップしたい人とかっていうのも、はい、もちろんいいトレーニングになってますので、うん、一般の方にもめちゃくちゃ使えるトレーニングになってますから、はい、あとはやっぱこう、はい、理学療法士の人とか治療科の方ってリハビリのやっぱ最終でこういうのやってあげてないと、やっぱ現場戻った時にまた怪我する可能性があるので、まあ、ここまでやってあげるっていうのが一番いいかなと思います。やっぱりね、こう痛み取れただけだとね、はい、またすぐ帰ってきちゃうから、そうです、はい、やっぱり怪我する前よりも、はい、いい状態、はい、素晴らしくないですか、1個のエクササイズでいろんな用途、アスリートもボディメイクも怪我人も万能、そう、万能エクササイズ、もうだから多分関節内転内戦って再生伸びるんですよね、はい、そうですねまあなんか名前もいいですもんね、そうそう、内転内戦ね、内転、そうそうそう、内転だけじゃないですね、聞こえがいいんでね、そう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 、はい、なんか聞いたことあるけど、なんだろう、なんだろうっていうね、なのでぜひ高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、動画の途中なんですが、一つお知らせさせてください、はい、健康 TV の公式 LINE ができました、公式 LINE ですね、はい、ちょっとどういうメリットがあるか、ちょっと、はい、まず一番はですね、はい、公式 LINE 限定の動画があります。おー、こちらの、ね、限定の動画では、はい、まあ、ちょっと YouTube に出すのは惜しいなと、はい、健康 TV のファンの人たちだけに見したいなっていう、そうですね、まあ、YouTube でも有料級の動画出してますけども、はい、もっと有料級な動画を、はい、細かいところまで撮っております、さらっと出してるので、毎月1本から2本、はい、そういう動画が上がる、はい、ということと、はい、あとですね、セミナーの情報などが、はい、いち早くですね、お知らせとして届くので、はいはい、セミナーの情報を得やすく、時々ね、YouTube の方でもお知らせさせてもらってるんですけど、結構ね、もう公式 LINE の中だけで締め切っちゃってるセミナーとかもありますので、はい、そういった情報とかもいち早く発信しておりますので、見ていただけたらなと思います。あとはね、はい、僕らのプロフィールとか、はいはいはい、僕らのお店の情報だったりとか、はい、またそのワンナップアカデミーとかのね、うんうん、情報なんかもそちらから詳しく見ることができますので、ぜひね、登録していただけると嬉しいなと思います。それでは本編の続きをご覧ください。どうぞ。はい、じゃあエクササイズをやっていきます、はい、まあカイザーとかケーブルマシンがあれば、まあ、そちらが一番いいかなと思うんですけど、なければこういうスーパーバンドでやっていきましょう。スーパーバンドはマジで1回2時でやった方がいいです。そうですね、本当に、はい、まあ、全然この細いやつでもいろんなことできるんで、はいはい、一番細いやつでもいいかなと思います、はい、はい、でブルガリアンスクワットの体勢を取ってください、はい、
はいはいはい、で後ろ側に台に乗せてる方の手でバンドを持ちます、はい、で必然的にこう内転内旋ポジションになるようにトレーナー側はこう斜め前方から引っ張ってください、はい、でこういうふうに下から引っ張ると一番いいかなと思います。でこの状態で膝は前に出さないようにそのまましゃがむで手を伸ばして立ち上がるときに引きましょう。もうこれだけです。はい、じゃあ10回いきましょう。1、2、3、そう、4、ケツがやばいですよね。6、7、8、そう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 、ラスト、はい、OK です。おー、これね、めちゃくちゃケツに入るんですよ。で、今からこう理由を話すんですけど、はい、斜め前から引っ張るんで、はい、本来だったら体はこう前に行きたいはずなんですよ、はいはい、前に行きたいけど膝を出すなっていう指示があるので後ろにグッと押すわけですよね、うん、ってことは走ってって止まった時と同じ状況が作れるわけですよ、はいはいはい、なんで股関節屈曲してればお尻とハムで支えるはずなんですよね。お尻ハムと内転も来てますよね、はい、そうです、そうです、完璧ですよ、完璧です、はい、でさらに斜め前方から引っ張ってますよね。ってことは股関節は内旋ポジションになります。内旋、はい、内旋するってことは後方の関節法だったり筋肉っていうのは伸ばされるわけですね。ロードかかる、ロードかかる、はい、なんでさらにお尻に負荷がかかると。なんでこれ結構完璧な内転内旋のエクササイズなんですよ。結構ブルガリアンスクワットをやったことあるっていう選手は多いと思うんですけど、うんうんうん、それに一手間ですよね。そうですね、ワンランクです、はい、そういうことです。だからブルガリアンスクワット、例えばケトルベル、はい、でケトルベルの取っ手のところにこれ巻いて引っ張っておくんですよ。ああ、なるほどなるほど。そうすると完璧です、ね、はい、でもそれじゃ負荷軽すぎるよっていう人はじゃあ左手にダンベルの持ちゃいいやって話。そう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 、そういうことです、ね、はい、ちょっとやってみたら皆さん分かるんで、全然あの普通のブルガリアンスクワットで全然お尻効くんで、はい、もうこんなバンドなかったらもうあの握手でいいですから。なあ、握手でね、握手で引っ張ってもいいですからね、はいはいはい、友達いない、友達、友達じゃないですか、もう壁引っ張っとこう友達いない人のためのバンドですからね、はい、あの友達いない人はですねラックとかにくくりつけてやってください。そいつに引っ張ってもらう、はい、ね、大丈夫です。本当ぼっちな人やってみてください、はい、エニタイムとかでねそうやってやってる人いたら嬉しいですね。いや本当そうですよ、うん、そういう人と友達になりたいですよね。確かに確かに、うん、いたら声かけるでしょ。そう、あ、よかったら僕引っ張りますよ、はい、つって健康 TV 視聴者ですかって言われて、ね、いや違いますって言われたらねめっちゃ恥ずいですよね、はい、はい、はい、ということで、はい、キレを高めるためのキレになりましょう。股関節内転内旋の強化編ということで、まあ、ブルガリアンスクワットをね、うん、まあ、さっきも話しましたけどやってる人はすごい多いと思うんですけど、そういう見慣れたエクササイズにちょっと工夫を加えるだけで、うん、キレを得たい人にとってはとてもいいエクササイズに進化していくので、ですね、ぜひ試してほしいなと思いますので、またねやってみた感想とかコメント欄の方で教えていただけると、まあ、励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。